お前がそんなに上手くなりたいんならこれからはちゃんと教えるよ。真摯に向き合ってくれるな。いいんだよ別にスケートじゃなくても、24時間360日いつだって手をつないでくれていいんだよ。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ときめきメモリアル続きからやっていこうと思います。1月2日火曜日からですね。あとちょっとで終わっちゃう。前回は初詣デートを終えたところでしたね。いやあと2ヶ月ですね。この動画で終わってしまうか、それとも次の動画まで持ち越すか、まあどちらにせよあと 1,2 回で風間くんルートが終わってしまいます。いや個人的にパラメーターが間に合うかがとても不安やれるかな、まあ、とりあえず頑張ってみようと思います。ウィンタースポーツはなぜかテンション上がるな。風間くん好きだよね。うん、私もスキーとスケートどっちが好き。いいな、りょうたくんは上手で。あーどれかな、これ3回目なんですよね。うん、私も普通すぎるからスキーとスケートどっちが好き。そりゃスケートだろう。スキーはストックが邪魔だし。あ、手をつなぎたいんだ、かわいい。あ、違った、戻ります。さあ戻ってまいりました。ってことは、うん私も普通すぎるけん、いいな、りょうたくんは上手で。そうか、ごめん、なんか悪かったな。あ、なんか間違えたみたいです選択肢しくったかな。あ、続きがある。ってことはこれで合ってんだ。どうしたの。いや俺ちゃんと教えてなかったかも。え、なんで。え、ベタだけどお前がグラグラしてくれると手つなぎやすいっていうかさ。かわいい、何その理由。お前がそんなに上手くなりたいんならこれからはちゃんと教えるよ。真摯に向き合ってくれるな。いいんだよ別にスケートじゃなくても、24時間360日いつだって手をつないでくれていいんだよ。上手になっても手をつないでシャーって滑ればいいと思うけど。あ、かわいい、手をつなぐことはいいんだね。まあそうなんだけど違うんだよな、頼られ感がななるほど、そうか、やっぱりね、こうフラフラしながらさ手つないで、あ、離さないでねとか言われたらちょっとグッときちゃうもんな。かわいいよね確かに。りょうたくん、オッケー、覚悟決めた、ほら手貸せよそんな覚悟決めるほど。あれ、なんかいつもと変わらないなほら、お前の好きな深海コーナーだぞ最近毎回深海コーナーやけんね。りょうたくんも好きでしょ、何回来ても面白いよね。ご飯の時間みたいだよ。これ3回目なんだよな。りょうたくんも好きでしょ。そうだな、お前が好きなもんは俺も好きに決まってる。最高の彼氏やん。うん、いい感じだよね、違ったさあ戻ってまいりました。ってことはこの真ん中普通っぽいけん、ご飯の時間みたいだよが正解か。おい、お前すごい盛大になったねえ、そんなに周りに笑われるほど響いたのかなあー恥ずかしい。別におかしくないし、全然恥ずかしいことじゃない。そうだね、食欲旺盛ってのはいいことやけんね。ほら、これで俺も同じだ。え、お揃いにしてくれた、優しい。え、でもさ、どうやって鳴らしたんやろ。お腹にめっちゃ力入れて鳴らしたんかな。いや、鳴らんぞ。どうやって鳴らしたんだ。愛がなせる技なのか、風間くん。すごいな。笑われてる。笑いたいやつは笑わせておけばいい。え、うん。お前はいつも自然体でいいんだからな。めっちゃいい彼氏。うん、ありがとう、りょうたくん。りょうたくん、いつでもお腹鳴らせるのかな。すごい特技やな。どうやって鳴らしたんやろ。お腹、力入れても鳴らないぞ。すごいな。ふもとはいい天気だけど、上の方はどうだろう。山の天気は変わりやすいって言うからな。え、そんなふもとと上でそんな違いが出ると。うん、注意しようね。遭難しないように注意。女心もだよなんでさ、スキー場に来ると毎回キャラ変わんの周り。
あーでもこれ3回目やけん多分これだなこれだと思うけど、てかこれを見てみたい。ちょっと待て、お前それ自覚あんの？キョロキョロして何でも首突っ込んで好奇心が服着て歩いてるみたいな自覚なんか知らんけど怒られる感じになった。出た。じゃねえんだよ、こっちの身にもなれって。りょうたくん怒ってる？怒ってない。怒ってるよね。怒ってません。ただな、お前の唐突に放り込んでくるやつ時々クリティカルなんだよ。かわいい。今のさ、怒ってませんの言い方めっちゃかわいいな。ごめんなさい、もう言わないよ。あー、もういい、やっぱそのままでいいからクリティカルヒットを待ち望んでるのかい？勝ち目のない戦いだった。かわいい。勝ち目って何に対して？嘘だろマリン、嘘だろ。すごいな、この温度差で風邪ひくわこのスキー場じゃなくてこの温度差に風邪ひく。さあ、ラスト手作りチョコですね。いや、人生で一番苦手なチョコ作りですけども、最後だと思うとなんか物悲しい気持ちです。というわけで作っていきますか。2年ぐらい実況やってきてファンキーって初めて見たんだけど、こんな種類あったんだえ、ファンキーダメかな？ファンキーな私はダメかい？いや見て、別、可愛くない？可愛くないかこのさ、ラブの文字がめちゃくちゃ難しかったんですが、愛情たっぷり込めました。見て、この色違いのハートのチョコレートの数、この私の愛の数だけチョコレートを込めました。そしてこの周りに散らばってるこのケセランパサランみたいなピンクのやつね、これは私の気持ちでございます。うん、なんか後付けで解説してるからよくわからんなまあ、とりあえずファンキーで言ってみますか。バラ、ファンキーのチョコレート喜んでくれるかな？りょうたくん探してたんだよ。だよな、そう思ってこっちから来たかわいい、ありがとう。じゃあはい、チョコレートだよ。サンキュー。他にも持ってるのか？何も持ってないです。持ち物検査していただいても結構ですよ。まあったとしてもプライオリティ的には俺のが一番っぽいから許す。わっ、へえ、すごいな。どうファンキー？俺の好みに寄せてるから手作りってわかるけど、普通に売り物レベル。いや、それはそうあ、よかった、風間くんの好みなんだね。よかった。本当？ありがとう。バカ、お礼を言うのはこっちだろ。ありがとな。わっ、あんなガタガタのラブの文字のチョコレートを店頭に並んでたらみんなびっくりするわどういたしまして。でもこれ食えるか俺。かわいい。壊せないし、かじりつくなんて論外。どうするかなあ、写真撮ってる。まずは写真だ。かわいい。ちゃんと食べてよ。すごく喜んでもらえたけど、食べてくれるかな？あれ食べるの勇気いるわ。は？遅くなっちゃった。もう帰らないと。あれ？りょうたくんのカバンまだある。どこにいるんだろう？え？何このイベント？は？なんだ？俺はもう小学生のガキじゃない。ごめん。もしかしてお父さんやお母さんと口論になってるのか？あ、この声は父さんだから、そっち行ってちゃんと話すよ。あ、そっか。こっち来いよ。なんでバレてんだ？ごめんなさい、立ち聞きするつもりじゃ。なんか前にもこんなことあったな。あったね。あ、うん。ここで父さんと話してるとお前が来る決まりかよやっぱりお父さんと。りょうたくんイギリスに行っちゃうの？ああ、
行ってくる。わあ。俺高校出たら向こうで父さんの仕事を手伝う約束なんだ。あ、もう約束してきとったい。その前に無理言ってさ、3年間こっちで時間もらった。そうだったんだ。本当は1年の夏に帰って自分の気持ち話してくるつもりだったんだ。なのに今日まで引っ張っちまった。保険ばかりかけて俺が卑怯だから踏ん切れなかった。俺は卑怯でいつも天秤にかけてさ、父さんの仕事に失礼だし、おじいちゃんにも失礼だ。いや迷うよ。それに一番お前に失礼だった。あ、りょうたくん。だから行ってくる。帰ってくるよね。ああ、約束。またあの坂道で待ってる。わあ、なんか泣きそう。じゃな。わあ、りょうたくん。わあ、行っちゃった。そっか、りょうたくん行っちゃうのか。さあ、卒業式が終わりまして、心配事で言えばさ、パラメーターが流行と運動がちょっと足りてなくて、でもりょうたくんとのデート回数が一定回数あれば130でいけるって攻略サイトに書いてあったんですよ。皆さん祈りましょう。最後の最後は神頼み。りょうたくん、卒業までには帰るって言ってたのに。は、もしかしてあそこに。あ、坂道で待ってるって言ったもんね。そこか。え、もうこれさ、新告白に行ってない？このシーン見たことないんだけど。連絡くれてもいいのに、何かあったのかな。あ、鐘の音。え、今教会の鐘。あ、ほら鐘の音また聞こえてきたよ。ちっちゃいりょうたくんだ。え、りょうたくん、こっち。聞こえたのこっちだと思うんだ俺。来て。呼んでる、過去のりょうたくんが。あ、待って、りょうたくん。幻影が見えてる、空いたすぎて。あ、教会だ。ここ古い教会なんだ。今は使われてないんだって。そっか、開いてくれ。頼む、開いてくれ。あ、開いた。ありがとう、攻略サイト。わあ、緊張する。バラ。あ、風間くん。あ、涼太くん、どうして。慌てて空港から学校に来た。そしたら鐘の音が聞こえてさ。お、涼太くんにも聞こえとったったい。え、私もだよ。マジかよ。運命だね、二人に聞こえるって。あの頃の俺たちが力貸してくれてるのかもな。わあ、そうかな。だったら嬉しいね。じゃあ次は今の俺たちの番か。俺さ、おじいちゃんの店で3年間修行してイギリスに帰る約束だったんだ。そうだね、言ってたね。え、でも入学式の日、あの坂でお前の眩しそうな顔を見たとき、そんな約束一瞬で吹き飛んだ。うわ、愛だね。懐かしくて嬉しくて、でも悔しくて。悔しい。りょうたくん、大好きなこと引き離されたあの感情と記憶の中のお前が溢れてきてさ。ああ、そっか。幼稚園のさつまいも掘り、あの日の泥で汚れた全開の笑顔、幼稚園の運動会で負けた俺と一緒にいてくれた泣き顔、この教会で俺の風車を吹いてる真剣な顔、全ての思い出がキラキラ輝いてるんだ。素敵やな。あの日から俺ずっと父さんとおじいちゃんを騙してたんだ。こっちに残るって
言い出せなくて。まあ言いづらいよね。でもやっと話してきたよ。すごいよ、勇気が言っただろうに。これでやっとお前に言える。バラ。あ、出会った日からずっと、離れても再会してからも変わらなく好きだ。わ、俺と結婚してください。え、結婚？え、すごい、今うるうる来てたらさ、結婚の二文字でめちゃくちゃ涙が引っ込んじゃった。結婚、もちろんお願いします。いいのかな、結婚してくれんの？いや、嬉しい。キスで応えます。さあ、行くぞ。あ、誓いのキス。そうです。うん、私も亮太くんが好き。いつも思っててくれてありがとう。本当に願いが叶った。よかったね。はあ、風車の願い事。ああ、この思い出があったから俺は向こうで踏ん張れた。そっか。俺たちがいつも元気で幸せで、それで結婚できますように。過去が今に繋がってる。絶対にできますように。わあ、絶対にできますように。夢が叶ったんだな。あ、そうだ、これかっこいい。お前の髪飾りに似てるだろう。あ、本当だ、似てるね。見えてなかった。わあ、綺麗。イギリスに行ったばかりの頃見つけて買ったんだ。ああ、そっか。いつか絶対お前に渡すって。そっか、それがお守り代わりになったんだな。亮太くん、ありがとう。つけてやるよ。あ、いいの？本当にくれるんだ、嬉しい。それと何？今度は俺が誓う。わ、はい。もう二度と話さない。わ、あ、鐘が鳴った。え、来いよ。わ、俺たちのウェディングベルだな。うわ、幸せそうな顔。よかったな。普通に泣いた。びっくりした。ボロボロ涙が出ちゃった。ウェディングベルのような優しい鐘の音に包まれながら、私たちは結ばれました。教会のステンドグラスに描かれた王子様とお姫様のように、見つめ合い、慈しみ合いながら、ずっと二人で歩んでいきたいと思います。卒業後、私はどうだ？亮太君と一緒に一流大学に進学。完璧すぎ。亮太君はおじいさんのお仕事を本格的にお手伝いしています。先日二人で店番をしているとお客さんに若夫婦みたいと言われたことがありました。亮太君はみたいじゃなくて夫婦ですと冗談っぽく答えていましたが、私には小声で、家族の前で結婚式を挙げる前にもう一緒に住もうかと真剣に言ってました。かわいい。何それ、同棲したらいいじゃん。もうこれからも共に時間を過ごして、喧嘩したり笑ったり、新しい思い出がたくさん生まれるでしょう。そしていつか二人が将来を誓い合う日には、盛大なウェディングベルに祝福されたいです。あの日の春のそよ風のぬくもりや鐘の音を思い出しながら、変わらない永遠の愛を。おお、心に響くな。風間くんだって10年越しの思いでしょ。すごいな、それを成就させるってのがさ。いやー、いいな、一途な愛って。すごく胸打たれちゃった。いや、今回は泣かないぞ泣かないぞって思ってたのに、もう急にボロッときちゃった。感無量ですね。
いやーよかったな。卒業の時って18歳だっけ。もうあれじゃん、籍入れられるじゃん。もう両家もさ、お互い知ってるしさ、もう挨拶済ませて籍入れたらいいんじゃない。全然いいと思うけどな。わあ、これを楽しみに待っていましたエンディング。さあ風間くん、わあ、夕日に照らされてめちゃくちゃ美しいんだけど、かっこいいな。風間くんさ、黒い髪に赤い瞳ってのがほんと美しいんだよな。なんか、あ、かわいい、照れてる。風間くんってなんかファッションセンスあるからさ、服装も全部おしゃれだったよね。洗練されてるというか、大人っぽいファッションがすごく似合ってましたね。かわいい。でも笑った顔がさ、年相応の高校生でかわいいんだよな。そして鎖骨が美しい。いいな、アクセサリーちゃんと使いこなしてる感じが素敵だわ。え、何その表情、どうした。初めて見たかもしれない。え、かわいい。この白コート似合うな。白コート似合う男性素敵やな。なんかムッとしてる。どうした、かわいい。何どうした。なんどうしたの、そのすねて。かわいいな、この服装もめっちゃいいよね。青と青ですごく色のコントラストが綺麗。なんか照れてる、かわいい。こう見るとさ、表情が結構豊かなんだよね。かわいいな。いや素敵だわ。長崎市ブラバーへハウステンボス、ご協力いただきありがとうございます。ディレクターさん谷本さん、ありがとうございます。素敵な作品を。プロデューサー川名さん、ありがとうございます。わあ、送ってくれてる。わあ、いいな。距離感がさ、いつも近いっちゃ近かったんだけど、もう今回から恋人の近さになってるね。わあ、いいな。あ、これあれだ、2人のカーテン世界のやつだ。わあ、かっこいい。いいな、一途に愛してくれる男性って素敵やな。わあ、この髪の毛がさ、いつも隠れてるけどちょっと目が見えてる感じが素敵やな。風間くんかっこいいな。首筋のラインが美しいわ。わあ、わあ、二人手つないで歩いてる。うわ、いいな。付き合う前から手つないでるイメージだけどね、二人とも仲いいから。あのスケートの時とかもそうだけどさ。わあ、いいな、もうこれから先も幸せに生きてくれ。もう早く席入れな。多分さ、両家が多分言うと思うよ、あんたたち席入れんの早くみたいな。わあ、卒業おめでとう。いつもなんか気まずい思いをしていたこの黒板も、初めてなんか晴れやかな表情で見れるな。三鍵学級よかったな。結婚式に呼んでください。余興するから。新告白だから続きがあるね。このままさ、新婚旅行行くか。うわー、行きたい。あれ、これ新告白でいいんだよね。ちょっと不安になってきた。え、新告白じゃない、ね、ない説ある？これひょっとして。いや、そんなことないよね。あの告白初めて見たもん。そんなことないよね。え？待って、やっぱそうか、続きのストーリーがなかったから、あれおかしいなと思ったら、やっぱり通常告白なんだ。ってことはあれ、私2年ぐらい前に1回見てんだ。いや全然、初めて見るエンディングだ、泣けると思ってポロポロ泣いてたら、全然見たことあるエンディングだった。嘘やろ、ガチガチで言ってる。そんなバカな、嘘でしょ。やっぱあれか、パラメータが足りてないんだ。パラメータじゃあ上げ直して、あー、どうしようかな。もうめちゃくちゃいい時間なんで、とりあえず一旦これで終わります。次の動画で見てないイベントをデートを回収しつつ、パラ上げしつつ、新告白を目指していきたいと思います。いやー、でもよかった、逆によかった、もう一回楽しめるってことでしょ。もう一回遊べるドン。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。いやー、ちょっと新告白にはたどり着けませんでしたが、通常告白も動画にはできてなかったんで、動画に残せてよかったなと思います。というわけで、新告白次のパートでいきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今田でした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。